旧テプコ光の広告看板テプコ光とは東京電力が2002年3月から2006年12月まで提供していた光ファイバー接続サービス。東京電力エナジーパートナーとパネールの合弁会社パイントが2018年10月から提供しているフレッツコを使用したインターネット接続サービス。テプコ光で用いられている回線の最初の期限は 電力系統、電力設備の制御、保守のための電力保安通信線である。東京電力は1978年に光ファイバーケーブルを日本で初めて実用化し、電力保安通信線をメタル回線から光回線に置き換えていった。その後は1986年設立の子会社東京通信ネットワークにて、 企業向けに通信サービスを提供していたものの、東京電力本体では一般向けサービスを行っていなかった。しかし2004年10月に策定された東京電力グループの中期経営方針、経営ビジョン2 0 1 2により情報通信事業を重点的に推進していくことが決定し、その一環で、 ダークファイバー等の未使用の帯域を活用して一般向けのネットワーク事業を行うことになった。このサービスの商品名がテプコ光である。この名称は東京電力の英語名略称であるテプコに光ファイバーサービスであることを示す光を組み合わせたもの。2002年3月29日に東京都目黒区、大田区、世田谷区でサービスを開始し、 一と四県に提供エリアを広げていった。携帯はインターネットサービスプロバイダーが窓口となる一括契約型となっている。マンションタイプでの契約を除くすべての回線は最大 100Mbps 専用型であり、近隣利用者の利用状況に影響なく高い品質を保つことができた。また ISP によっては光ファイバーケーブルを使った。 固定電話サービスも使うことができた。利用者宅、変電所、東電車宅などの通信設備東京電力の支店、支社などの中継設備やっと東京のデータセンター、プロバイダインターネットモードという回線構成になっていた。理論的には、東京電力の管轄地区においての未提供が可能のサービスではあるが、2006年時点における、 提供エリアはその中でも東京都とその周辺地区がほとんどで、茨城県、群馬県、山梨県での提供はわずかに過ぎず、栃木県、静岡県や東京都でも、都心郊外にある大梅市などでは全く提供されなかった。また、周辺地区では中心部に限られる場合が多かった。2006年12月15日に東京電力の通信事業撤退に伴い、 テプコ光事業を2007年1月1日から KDDI に移管することが発表され、サービス名も同社が提供する光ワンに統一されることとなった。2009年12月8日にテプコ光の回線サービスを2011年9月30日をもってすべて終了すると発表された。具体的な終了理由は明確となっていないが、同等サービスが他にあり、 設備の維持費などが過重にかかるためと指摘されている。東京電力エナジーパートナーとパネールが2018年4月に共同出資で設立したパイントにより2018年10月22日から NTT 東日本2020年2月1日から NTT 西日本のフレッツ港を利用したインターネット接続サービステプコ光のサービスを開始した。 提携の都合上、日本全国を対象としており、パイント及び東京電力エナジーパートナーの電気及び都市ガスとのセット割引を設けている。東京電力グループの一般向け FTTH 事業としては11年ぶりの再参入となった。サービス開始当初に対応していたインターネットサービスプロバイダー。ABCD 資料6から1東京電力の FTTH サービス、テプコ光の事業概要、総務省全国金庫のある、ブロードバンド基盤の整備に関する研究会総務省、2005年1月24日、KDDI の前身の一つである、日本移動通信設立時から2011年まで、東京電力は、KDDI の大株主であった。KDDI、光の テプコヒカリ、サービスを、提供終了へ。bbwatch,http://bb.watch.impress.co.jp:/docs:/news:/20091208334101html2009 <ッ>年12月10日閲覧。ヒカリファイバーサービス、ヒカリワンにおける一部サービスの提供終了について。 KDDI 株式会社2009年12月8日 KDDI が東電系の光回線サービスを終了 MSN3K ニュース http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jpmsn.com エコノミービジネス 091208biz0912081604021n1htm2009 年12月10日閲覧 プレスリリース IT 技術とエネルギーを融合し、電気やガスを全国販売する新会社の設立について、東京電力、エナジーパートナー株式会社、東電、11年ぶり通信再参入電機、ガスとセット販売、日本経済新聞日本経済新聞社、2018年10月22日、ただし、プロバイダ事業としては、2004年に、東京電力の子会社となり、 東京電力系のテプコシステムズパワードコムの集合住宅向け事業を受け継ぐ集合住宅向けプロバイダファミリーネットジャパンがすでに存在している。ニュース、東電 5GHz タイム線ンによる 30Mbps サービスイテメディアイテメディア2003年11月20日ありがとうございます。